私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清志、原爆の日に平和への願いを込める。過去は変えられない。必ず平和な未来を作る。郡川清志、この言葉はそういうことじゃない。SNS での誹謗中傷が後を絶ちません。郡川は4大都市で行う座長公演、郡川清志特別公演、のツアー中。東京明治座と大阪歌舞伎座の公演は終了し、福岡博多座公演は今月15日から27日まで、その後に愛知みその座公演が控えている。公演は2部構成で、第1部の芝居、ケイト・シモンの舞踏会は、18世紀のフランスにタイムスリップし、激動の時代を生きる人々との交流を経て成長していく青年の姿を描く。ジャンヌ・ダルクやアルセーヌ・ルパン、マリー・アントワネットなどにもした6変化でファンを魅了する。第2部はコンサートで数々のヒット曲やカバー曲などを披露する。郡川清志が6日、インスタグラムを更新。この日は米国による広島市への原爆投下から77年となる原爆の日で平和を願う言葉を綴った。こんにちは8月6日。広島は平和都市。過去は変えられない。そこに意味を見出して私たちが絶対平和の未来を作る。バイキーアイナ。郡川清志、そんな言葉を吐くためにやるんじゃない。SNS での誹謗中傷が後を絶たない現状に、メッセージが与えられたように、歌手の郡川清志が5日、インスタグラムを更新。社会問題となっている SNS での誹謗、中傷や相手を傷つける投稿が後を絶たない現状に、そんな言葉を吐くためにやるんじゃない。と訴えた。郡川はストーリーズで、まだ時代が SNS の扱い方に慣れていない。間違えてる。と書き出し、人を傷つけることや、汚いヘドロのような言葉を吐く。そんな言葉を吐くためにやるんじゃない。簡単ふ。今日たった一人にでも明日生きる力を与えられたかどうか?と思いを綴った。以下のようにネットワーク上に表示されるいくつかのコメント。自分の伝えたいことが常に発信できる良い時代になったけれど、いつの時代でも思いやりの心を忘れてはいけないよ、ね。いろいろな人がいて、それぞれ考え方も生き方も違うのだから、たくさんの意見があるのは当たり前。何でも認めたり褒めたりしろとは言わないけど、否定する素直な感想も言葉を選び、なぜそれがダメなのか丁寧に伝えることも大事。顔が見えない、相手がわからないからと自分の感情のまま、気持ち悪いとか相手が深く傷つくようなことだけを言うのは思いやりに欠ける行為だと思う。批判と誹謗中傷の線引きも難しい、ね。私は郡川さんの見た目が変わったことで色々言う人がいるけど気にしないで良いと思う。彼は歌手だし、彼の歌の実力は変わっていないどころか進化してると思う。見た目が変わったことで嫌になったんなら自分のこういてほしいという願望フィルターを通してしか見てくれない人だし、自分の本業を見てくれていた人ではないんじゃない？そんな人のことは捨ておいて、郡川さんのやりたいようにしていけばいいと思う。やっぱり自分の信念を曲げずにやっている人は輝いているし、郡川さんも輝いているなぁと思う。限界突破大好きです。誹謗中傷に関してはその通り。ただ、批判的意見すら言うな、という人も多い印象。先に、情報開示請求するからね、とか脅すような方もいますし。世間に向けて発信すれば、いろいろな意見が来ます。自分を褒めちぎるコメントばかりではない。SNS をやる人は、寄せられた意見が、抽象化ただの否定的意見なのか?わからないとダメだと思う。それと、すぐ感情的にならないことも大事かな、と、言われっぱなしで、色、という役じゃなくて、ただ自分を褒めてほしいって人は SNS をやらない方が良いと思う。何にしても批判的でも改善を促したり、その対象者を全否定しないようなご意見と、憂さ晴らしや気に入らないから、匿名を、
いいことに言いたい放題の誹謗中傷コメントとは全く違うものです。SNS があるから気軽に発信できるが、それにより人を傷つけることも簡単にできる世の中なんだと思います。有名人に対してのそれは会ったことも話したことも絡んだことのない相手によくそんなにひどいこと言えるなというコメントが多いと思います。この方が有名人であるかどうかは置いといて、おっしゃる通りですね。最後の今日たった一人にでも明日生きる力を与えられたかどうかという言葉は、ハッとさせられます。逆に他人を傷つける暴言は、それを受ける側から明日を生きる力を奪うことにもなりますね。たった一言でも優しい励ましの言葉って、苦悩の中にある人を救うんだと思います。有名だと、それだけで、たくさんの人が注目せざるを得ないので、暴言を受けることが数としても多いのでしょうね。全くもってその通りと思う。ただ、残念ながら、顔を見て、声を出さずに言いたいことを言える SNS では誹謗中傷、フェイク、なりすましなどが多い。さらに個人が特定されにくく、それを罰する法律も追いついていないのが現状。そろそろ国が個人を特定するためのチームを作らないと、現状のような誹謗中傷が当たり前になり、悪口書いて何が悪いと言い出されるようになるぞ。おっしゃりたいことはすごくわかるし、そうあるべきだと思いますが、現実は絶対にそうはならないです。芸能人って普段メディアという公共物を利用できているという意味で、知名度において一般人と圧倒的格差があるため、 SNS を利用すればあっという間にフォロワーが何人もつきます。現実問題として、つまり SNS が事実上芸能人の芸能活動のためのツールになってしまうため、それを妬む人はどうしてもなくならない。それが人間であり仕方ないこと。汚い言葉にさらされたくなければ、庶民と同じ土俵には立たない方がいい。寂しいことかもしれませんが、それが賢明だと思いますよ。あなたはどうですか？この問題についてどう思いますか？丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。